ております。波多野いとこ様、お願いします。梶原先生、私には梶原先生っていうよりは知事さんとお呼びした方が本当は嬉しいのでございますけれども、今は梶原先生と呼びさせていただきたいと思います。今日はそれでも本当に犬山のこの上戸地区検証会の皆様に送っていただけて本当に私も心から嬉しいですし、きっと梶原先生もお喜びになっていらっしゃると思います。というのは本当に私もここで梶原先生とお目にかかって1年に1回お話をさせていただくんですけれども、ここでの梶原先生が一番心を許していらっしゃるんじゃないかなと思わせていただいてました。ここにいらっしゃる時の梶原先生、岐阜県でたくさんのイベントをされたり、それからたくさんの改革ですとか、それから事業をなさっておいででございましたけれども、何かここへ来て本当にいろんな方たちと、地元の方あるいは遠来のご来賓の皆様とお話をされている時が、なんとなく一番幸せそうな、それを感じたのは、またこの間の5月のこちらの梶原家でございました。体調思わしくない中をそれでも押して来てくださった。そしてその後に手術ということになりましたけれども、本当にあの時もうどうしても行かないとっていうお気持ちが、やっぱりここの皆様との交流を一番楽しんでいらっしゃったんじゃないかなと思わせていただきます。思えば梶原先生にお会いしましたのは、まだ知事時代に花フェスタを谷でされた時でございました。私もそれまでは立憲民の一人として知事さんのいろんな業績ですとか、いろんなビアジャパンを作られたりとか、いろんなことがございまして、なんとなく先見の明がおありの方と思っておりましたんですけれども、そしてバリバリ何かされておりますおられる方だと思わせていただいてたんですけれども、花フェスタの時に私は実はお友達に誘われまして、ちょっと板取りの奥の方にあります旅館のお手伝いをさせていただいておりました。でその時、先ほど久保さんがおっしゃいましたように、いろんなところの名前をつけておいでだということを伺いました。私もその時にあちらの名物で天子の大天子弁当という命名をされたのが知事さんだったということを伺いましたし、そして視察でいろんなところの業者さんの間を回っていらっしゃって、奥様とご一緒でございましたけれども、それが初めてでございました。もうその時には本当に気さくに声をかけていただいて、私たちなんとなくほっとしたことを覚えておりますし、この方が私たちの県の知事さんなんだっていう、そんな誇りでいっぱいでございました。そして私が最初の本を出しました時にご縁がございまして、この犬山検証会の皆様からお招きを受けまして、こちらに出席をさせていただき、
その時にまたお目にかかれるようになりまして、それもまた本当に嬉しいございました。その後2番目の本を出しました時に、ちょっと今度は小説風にしたものでございますから、梶原先生のお里のネオの方 の、 いろんな お話を伺って、それを参考にさせていただき、この検証会の皆様だけに読んでいただけれたらと思わせていただきましたけれども、歴史を愛好する皆様にいろんなところでお手に渡っていったようでございます。本当にそのお礼も言えないままでございましたけれども、本当にお世話になりました。ありがとうございます。いつもこうやってこちらの方に寄せていただくときにもそうでございますが、なんか私の車にちょっと一回乗っていただいて、ローレライまでご一緒させていただいたことがございました。その時にも、浅野さん、カレー食べなあかんぞ、カレーの成分はな、体にいいでな、クルミンだったかクルクミンだったか今ちょっと忘れましたけれども、それが入っとるでいいよっておっしゃったことを覚えております。今うちでカレーを作ったり、それから他のところでカレーを食べたりするときにも、いつもこの言葉が頭の中に蘇ってくるんでございますけれども、まだまだこれからもカレーを食べるときは先生のことをずっと考えているわけにいきませんから、せめてそのカレーのときはまた先生のお顔が目に浮かんでくるんだろうと思います。もうお会いはできませんけれども、どうぞ安らかにお休みくださいませ。お疲れ様でございました。ご冥福をお祈りいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。